おいらは宿なし、お前には温かな豚の焼肉も。豚です。自慢やないけど豚です。私豚ちゃいますね、人間ですね。ということで、豚があれば、豚があれば元気が出る。え、何言ってんか分かれへん。はい。きつく抱きしめても、お前は和の空。油割り。自慢やないけど、この豚のね、焼肉がめちゃ気に入ってますね。豚やけど牛を食べてる気分になるんですよね。ほんまにありがたい。マジでありがたい。これで300円ですよ。300円ですよ、こんだけ入っとって。300円。これオレンジジュース、みかんジュース、うん、みかんの味。はい、じゃあいきます。これで十分っすよ、もう。十分っすよ。300円の焼肉定食。十分っすよ。要は、西成の、ホルモンの、よう見ますけど、みんな聞くもんね。これ何豚牛とか、鳥なんとか言うて、要はみんな何食べても一緒のことちゃいますね。いや、ちゃう、ホルモンと一緒にせんといて。要はホルモンやったら何の肉かもわからないことでしょ。そういうことちゃいますね。ヘイマッカーさん、十分っしょ、これ。おい、じゃあもうゆっくり焼いてあれしますわ。大きにお付き合いいただきすんません。大きに失礼します。はい、まただ。こんなん出ました、焼肉。豚です。とご飯とニンニク増し増し焼肉定食、豚ね。300円のこれが70円やから370円ぐらい。はい、いただきます。豚ね、十分しよ。身分をわきまえて。うん、うまい。
仕上がってる仕上がってる。何の角度やねん。ゆっくり参ります。はい、ごちそうさまでした。おいしなかったです。ということで、おいしなかった。なんでやろな。いつもおいしく呼ばれんねんけど、なんでやろ。同じ豚さんでもその時によってやっぱちゃうんかな。まあ人間でもいろいろやもんね。そのいろいろですね。なんかその豚さんによってあれ違うんかもしれんね。今日は本もおいしなかった。あ、ちょっとカフェオレ呼ばれてます。なんでやろ、なんかショックやわ。あれがね、あのなんちゅうの、焼肉みたいですね。要は豚か牛の差でね、豚やねんけど安い、あれで300円ですやん。あれで美味しいんですよ、いつもやったら。普通の焼肉みたいに、焼肉か牛焼肉みたいにね呼ばれとったんですけど、なんか美味しなかったわ。なんか脂身が、脂身は硬いもんなんかな、よう知りませんけど、脂身は硬いわ。焼きすぎたんかな。肉の味も美味しなかった、そんな気がした。嫌なった。あれであのお肉屋さんもしばらくおっちゃんはあれ買えへんからあれやで、お互いあかんでね、ほんまにね。私そもそもね、豚肉はねやっぱ嫌いなんですよ。芋はめっちゃ好きなんですけど、芋はもう豚さん大好きなんですけど、ちっこい頃はね、あの多分牛肉やね、豚肉がどっちが綺麗とかよく覚えてるんですけど、あの給食でね肉出てきたらね、あのランドセルの中入れて持って帰ってましたもん。それぐらい嫌いやったんですよ。だからランドセル開けたらね、もう肉の匂いか、なんかおかずの匂いがウェーしてウェーみたいななんですわ。脂身が綺麗ってね、ちっこい時は。だからその給食に脂身なんか出えへんと思うんだけど、なんかそれちょっとでもついとった家やったんかな、なんかそんなの思えてますわ。ええ肉食いたいわ。もうどんだけ食うてへんかね。いやいや、今までも食うたことないやろ。一回元嫁のね、元嫁のお父さんがね、丹波の人で、兵庫県の丹波出身で、で田舎に帰る時に今ついて行ってね、バッテリーがないでついて行ってね、で肉呼ばれたんですけど、それはうまかった。あれが多分過去一美味しかったんちゃうかな。こんな美味しい肉あるんや思ってね、思いましたわ。あとまあ何回かあるけど全然覚えてない、記憶にございませんわ。おいしい焼肉とかね、ああおいしい焼肉も一回ぐらいあるかな。なんか妙においしい焼肉だ。ああもう一回あるわ。あああるある、やっぱおいしい肉ってあるよね。こんな肉うまいんや思う時、今思い出した。美味しい焼肉2回とも自分のお金ちゃうから、人のお金ですわ。まあええかも、このまま食べれんと死んでもええやん別にね。我が人生に悔いありや。あるんかいみたいな、あるんかいみたいな、そこは悔いなしちゃうんかい。高校の、あの私の結婚式の時ね、高校の時の同級生が我が人生に悔いなし言うてね、あの石原裕次郎の歌を歌ってくれました。なんとかなんとかなんとかで、なんとかなんとか乾杯よ言うて、
っていうかな、ね、歌はもうちょっと長く歌ってくださいよとか恥ずかしいしね長く歌われんし、こんなクソ音痴おらんでしょ。いや、おるけど、そのうまいか音痴かいたら完璧に音痴やからね。自分で自分の歌聴いたらもう、もうね、まあ、そんなこっちゃですわ、はい。まあ、今日も一日ありがとうございました。では最近ご無沙汰ですけど、最近ご無沙汰ですけど、ええやちょっとええや最近よだれもよう出るね。もうあかんわ、もう終わりやね、はい、失礼します。以上総代、失礼します。 Good night, see you again。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、スズマークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしく頼みます。バイならバイチャー。